はい、こんにちは。今日はジーンズの履き込み報告をしていきたいと思います。日野屋がウェアハウスに別注を書きた 2021HXX の履き込み報告ですね。2ヶ月履き込んだので、それを話していきたいと思います。まあ、前回が4週間前28日前だと思うんで、約4週間ですね。30日は経ってないんですけど、まあ2ヶ月ということで話していきたいと思います。着用頻度なんですけど、ほぼ毎日です。今回はほぼ毎日履いてました。毎日履いて1回たりとも洗ってないです。今2ヶ月なんで、あと1ヶ月頑張って洗わないでいきたいと思います。この次か今回の動画の次は洗ってると思いますんで、ツーウォッシュかで、糊がついてた時から買って、一回洗って保管してたんで、ツーウォッシュになると思うんで、まあ履き込み初めての洗いということになると思いますんで、次回はそうなると思いますんで、よろしくお願いします。あ、ちょ、その前にさっきコメントいただいたんで、なんかナイキのスニーカー減ってるみたいに書いてあるんですけど、結構減らしました。減らしたんですけど、一つゴールデンウィーク中のセールだったから、なんかターミネーターとか、ジョーダン1がものすごい安かったんで、ちょっと追加しちゃったんで、またあんまり変わらなくなったかな。まあこんな感じで、スニーカーもそうですね、ちょくちょくなんかトラビスとかが当たれば、ちょっとその動画とかも出したいんですけど、まあああいうレアスニーカーは一切当たらないんで、まあその、そうですね。でも、ジョーダン1とかターミネーターとかは、あれセールの時かなり安かったんで、一応、ジョーダン1 2足とターミネーター3足買っちゃったんで、まあ、あんま変わらなくなっちゃいましたね。まあスニーカーの動画もそのうち出せたらなと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ、ジーンズの詳細を見ていきたいと思います。まず、革パッチですね。まあもう、変化ないです。水に当ててないんで一切変化はないと思うんですけど、ちょっと色が濃くなるのかなとは思います。で、なんかちょっといろいろ調べたんですけど、あの乾燥機をかけると、この革パッチがいわゆるビーフジャーキー状態になるんじゃないのかという話をちらっと聞いたんで、洗濯方法なんですけど、普通に洗った後外に出して干してたんですけど、今回の履き込みは乾燥機でやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。外に干すんじゃなくて、全部乾燥機でやっていこうと思いますんで、よろしくお願いします。あ、実際のアメリカのヴィンテージジーンズ、ヴィンテージの XX とかは、全部乾燥機でやってたからああなるみたいな話もちらっと聞いたんで、まあ、ちょ、今回全部乾燥機でやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。文字がそんなにそのまま残ってるような感じです。まあ、特に変化はないです。カーパンチに関しては。で、バックポケットですね。まあ、ちょっと色が落ち始めてきたかなって思います。まあ、その、多分洗濯したら劇的に変わるとは思うんですけど、洗濯してないんで、まあそんなには変わってないかなというのが自分の印象ですね。こんな感じになってます。強いて言えば、このあたりが、お尻のところが白くなってますね。で、ステッチ、アーケードステッチも無事です。無事に生き残ってます。タブがこんな感じになってますね。まあ、もともと色あせてるようなタブなんで、赤タブじゃなくて、ブみたいな感じですね。赤の色を抜いたような感じのタブになってますね。このベルトループのところがやっぱり一番白くなるかなというのが、いつも履いてる感想ですね。ベルトループもちょっとずれてます。こういう風に。バックポケットはこんな感じですね。こんな感じです。まあ、ヒゲはすごいよく出てますよ、ね。マジで。こんな感じのヒゲになってます。これ、結構いい感じになってくれそうですね。まあ、洗わないといつもこうはなるんですけど、どうなるのかなという感じです。こんな感じになってます。全体的にも。特に色は抜けないっすね。膝が若干抜き始めたかなっていうような感じにはなってますけど、まあ特には変わらないかなっていうのは印象ですね。まあ2ヶ月じゃこんなもんだよねっていうのは感想かな。コインポケットもこんな感じですね。で、裏もこんな風になってます。蜂の巣はなんかすごい出てますね。これ蜂の巣なんですけど、膝裏ですね。
膝裏は結構出てますね。こんな感じになってます。こんな出たことあったかな。なんか出てますね今回。結構ここは楽しみなところですね。でボタンがこんな感じですね。ウェアハウスのジーンズボタンがいいんですよね。よく覚えてる。ボタンがあれ4つだったっけ、5つだったような気がしたんですけど、4つか、4つですね。こんな感じのボタンになってます。これ錆びるといい感じになるんですよね、ウェアハウスのジーンズは。でカーパッチの裏にアメ横になってます。でまあセルビッチは結構出てき始めてきましたね。これこんな感じになってます。わりかし出るんだっていうのが、洗わないとなんかボコってならないようなイメージあったんですけど出てきましたねこれ。で裾チェーンステッチもうねりが出てきましたね。少しずつです割るもののこんな感じになってます。でひっくり返したらこんな感じですね。ベルトを見ていきたいと思います。ヴィンテージワークスとアビレックスのダブルネームのベルトです。これピント合わすのが難しいんですよね。お、珍しく合いましたね。バックルがこんな感じになってて表の革がこんな感じですね。合わない。こんな感じになってます。この部分が黒くなってるところが一番使ってるんでこんな感じになってます。こんな感じですね。で裏がこんな感じになってます。うお、すごいな本当に。なんでこんなピントが文字があってアビレックスですね。裏側がこんな感じになってます。じゃあ今日ジーンズを実際に履いていきたいと思います。はい、実際に履いたらこんな感じですね。私は身長172センチで体重約65キロでこんな感じです。今日分かりづらいんで上脱ぎますね。やっぱベルトがかっこいいんですよねこれ。ベルトの方がジーンズより長く着てるんですけど、まだ1年ぐらい、2年、3年、4、10年ぐらい使えそうなベルトですよね。片方だけ折れてました。こんな感じですね。まあどうですかね。まだ2ヶ月なんで、特に変化はないかなというのは感想ではあるんですけど、ちょっとずつやっぱ色が落ちてきたんで、来月のファーストウォッシュがものすごい楽しみです。来月というか4週間後に動画出したいと思います。次回のファーストウォッシュは結構楽しみです。で、今日一周してみます。こんな感じですね。じゃあ今日最後お話しします。ウェアハウスの 2021HWX 日の矢別注モデルを実際に履いてみましたがどうでしたでしょうか。まあ、2回室ぐらいじゃあんま変わんないかなとは思いつつも、やっぱりそのワンウォッシュとかと比べると、うん、ちょっと色が落ちてきたかなとは思います。まあ、濃いジーンズっていうと濃いヴィンテージジーンズとかってもう桁が1つか2つぐらい変わってきちゃうんで、こういうのを楽しむのもいい、個人的にはもうずっとやってきたんで、これからもやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。まあ自分の近況なんですけど、全然人が来ないけど、まあ一応毎日1時間か2時間ぐらい店は来てるんで、ちゃんと店のインスタとかもやらなきゃいけないなと思いつつも、1月ぐらい経ってるのが現状なんで、まあその店もちょくちょくやりながら、なんとかオンラインサイトを強くしていきたいなっていうのが、現時点やるべきことなのかなとは思ってるんで、なんとかやっていきますんでよろしくお願いします。今日の動画は以上になります。最後まで見ていただいてありがとうございます。